エコフロンティアカ、サマ、全景。2007年4月29日撮影。右が、溶涼処理施設。奥が、管理棟。左が、浸出水処理施設。右側手前が、最終処分場エコフロンティアカ、サマとは、茨城県笠間市にある、日本最大規模の管理型産業廃棄物処分場。茨城県が、約230億円の費用をかけ。 富士見湖を埋め立て建設した。東に溶涼処理施設、北東側に管理棟、西側に浸出水処理施設、中央南側に最終処分場がそれぞれ配置されている。周辺地域への井戸水汚染への懸念から、富士見湖の水源については、雨水が溜まった池という仮説と地下水の湧水が溜まった湖という仮説があったが、 その後の裁判の争点は処分場の安全性となったため、水建設は争点にはならなかった。事業を推進した行政側と反対した周辺地域の人々には水質汚染問題等に意見の相違が発生し、この問題は藤見子裁判で争われた。行政側は住民の反対があっても建設を行うとする方針を脱し建設を行った。住民側は 裁判で敗訴した。2007年1月中旬の時点では、最終処分場の2、3が水没し、稼働、運用が困難になっていた。同処分場が、水没時も、毎日新聞などのマスコミに水没問題が、示されたが、処分場の管理団体は、水没はしているが、排水は、水質基準に適合させて規制に行っている。何が問題なのか、と反論していた。 住民側には、もともと湖だったものに、水が溜まるのは当たり前という意見もあった。2011年3月11日発生した東日本大震災に伴い、宮城県石巻市の瓦礫受入れ処理や運用資金のやりくり、運用年数等、大変困難な課題がある。ありがとうございます。